ジャンデ・ローリエは、カナダ出身の指揮者、モントリオールの生まれ。1918年から1923年まで、エミール・タラントとカミーユ・ユクチュールに、バイオリン、ロメインイコール・オクターブ・ペルティエ一世に、火星、オーギュスト・デスカリーに、単位法、還元楽法を、クロード・シャンパーニュの各紙に指示。1924年から1929年まで、 ポールディフォート・ジョセフ・ソーシエの学僚に同行し、その後しばらくクルーズ船のバイオリニストとして活動した。1935年から1945年まで、モントリオールコンセール公共楽団に団員として参加し、1936年からカナダ放送のオーケストラの指揮者として活動するようになった。 1937年から1957年までカナダ放送の番組セレナー・デ・フォー・ストリングスの指揮者を務め第二次世界大戦中にはカナダ放送の作編曲家としても活動した1960年代からカナダの主要都市のオーケストラに指揮者として客演し1967年から1970年までケベックリリック劇場の音楽監督 1972年から1975年まで、ケベック歌劇場の副指揮者をそれぞれ務めた、サンジェロームにて死去。thcanadeiancyclopedia.com ハットナクソス。E e、ありがとうございます。